あれあれシュウヤン、なんかこれスタート画面間違えてませんか？もうゲーム始まっちゃってますよと思っている方々いらっしゃるのではないでしょうか。いや違います、こういう感じで始まりましたね。はい、ということで今回はグローバルギアさんのゲームの換金中やっていきたいと思います。まあさすがだね、3年前にプレイしただけあって何にも覚えてないわ。こういう始まりだったことすらも覚えておりませんでしたので、まあ新鮮な気持ちでやれると思います。ということでいきますね。ストーリー始めるよ。家から少し離れた路地裏で俺はカバンを漁っていた。ごめん、反応じゃない、押す場所間違えた。あー、教科書を忘れてきたな。今度ハイダ君なんだね。灰色でハイダ君かな。オッケー。まあ取りに行くのも面倒だし。学生さんなのかな、殴られた。いきなり気絶したんだが。お、あら始まったこんな始まり方だったっけ。じゃあ続きからやっていこうか。始めからじゃないんだね、一応あれの続きからスタートになるんだね。殴られたところからの監禁の始まり。お、またログタッチした。どこ会議室か。あ、気がつくと俺は見覚えのない無機質な一室に横たわっていた。ここは、え、なんか今虹色の何かがあった。とりあえず落ち着こう。一度大きな深呼吸をしてここで起きる前のことを振り返る。俺はハイダ、20歳、大学3年生、彼女持ち。うん、頭はイカれてないな。俺はこの1週間入院していて今日は久しぶりの登校になるはずだったんだけど、登校中から先の記憶がぷっつり途切れている。とりあえず出よう。お、探索モードとトークモードだってあるんだね。探索モードが表示されているときは気になる場所やものをタップして調べることができます。ここはどこ。じゃあ探索していこうか。え、これ他の場所見れない。まずここから見ようってこと。インターホン、明かりを消すと余計わからなくなるぞ。あ、はい。とにかく今は早く外へ出よう。怒られた。そこの扉から出る。真っ先に目指した扉のドアロバーに、ロバーつた、ドアレバーに手をかけるが、ガチャガチャガチャ。扉の外に何か使えているのか出られそうにない。ガチガチに閉じ込められとるやん。くそ、窓もないし、どこだここは。お、電話？携帯？何の音だ？矢印ボタンが表示されているときはボタンをタップするとその方向を向くことができます。お、これでやっと調べられるね。なってる。これハイダのスマホ？ハイダなんだからスマホの色灰色にしとけ。あ、俺のスマホ。部屋の隅に転がっていたスマホに飛びつき起動する。お、操作に問題はなく電波がしっかりと届いていることに安堵する。冷静になってみるとこの状況にいくつか違和感があった。誰かの意思で閉じ込められているとして縛られてたり拘束されてない上にスマホも無事だ。事件に巻き込まれたと決めつけるのは早いな。あんまり警察の世話にはなりたくないし、まずはあいつに電話しよう。月の、また親友枠なんか黄色の人はみんな親友枠なんだね。ハイダ、どうしたんだよ、講義サボって。サボったわけじゃなくて、そのもしもーし、おーい、聞こえてる？あら、これ電波悪いやつじゃね。え、聞こえてるよ。おーい、ハイダ、おーい、俺の声が聞こえてない？ダメじゃん。ツーツーツー、切られた。クソ、多分だけどあの時スマホのマイブック部分に水が浸水してたんだろうな。あ、そういうこと。そういえばライムに通知が来てたな。そっちで連絡を取ろう。新たな手がかりを見つけた。スマホで友達と連絡を取ることができる。これだったら楽勝に脱出できそうじゃね。いやでもな、周りの状況についての情報が何もないもんな。トークモードが表示されているときは探索を中断して友人と会話をするターンです。ライムを起動してみましょう。はーい、じゃあライム起動するよ。ライム、空ってここからも来てるね。月の20歳、大学3年生、爽やかイケメンだが決してそれを鼻にかけない。気の優しい俺の親友だ。イケメンすぎ、困ったら俺を頼れ。はい。好きで投稿しなかったわけじゃないけど心配させたな。早速返信しよう。もう一回かけ直してもいいけど、どうかした？体調も良くなって退院したんだろ？退院した？入院してたのかな？病み上がりのとこきついこと言うけど、お前退院やばいんだからちゃんと出席しろよ。タップ返信。それが起きたら知らない場所にいてさ。書き込み中。お、来た。
月野にもうちょっと今の状況を説明しとくか。え、知らない場所？冗談じゃないならもうちょっと説明して。会議室みたいな場所に閉じ込められてるみたいなんだ。出られないってことか？窓から何が見える？え、それが部屋には窓がない。そう、情報何一つ伝えられないんだよな。でも何か周りにないのか、手がかりみたいなもの。写真、そうか、スマホのカメラを使えば写真を撮って送ることができるな。で、写真見せてくれたら何か情報があるかもって今月野から返信が来たね。んー、じゃあ一回戻る。で、空って子からもメール来てるからちょっとそれを返そうか。 LINE 切るべきか。空、大学3年生、俺の彼女。はぁ、リア充かよこいつ、ふざけやがって。付き合えたことで一生分の運を使い果たしたかも。そのくらい美人で、美人がゆえの悩みがある。こんな時くらい甘えてよ。まあ美人だとな、浮気してないかなとか不安になったりするってよく聞くよね。やば、俺が映画に誘ったんだっけ。あ、そうなの、お前バックレたんか。ソラ、俺の彼女、俺は付き合えたことで一生分の運を使い果たしたかもしれない。そのくらい美人で、美人がゆえの悩みがある。おい、講義終わりに映画見るんじゃなかったの。あ、美人だからこそストーカーにまとわりつかれたりするよね。それは結構聞くな。それもって言うべきか。じゃあタップで返信。本当にごめん、ソラ。これ正直に言った方がいいんじゃない？いいよ、体調良くないんでしょ。あー、体調はいいんだけど、ちょっと問題があって。あー、そっちこそ、俺がいない間大丈夫だった？あ、この彼氏イケメンだな。彼女に心配かけないよう真実は伝えないと。あ、ほら、美人が家にストーカーに会いやすい。空、俺と付き合ってるからまだん、俺と付き合ってるから、え、付き合ってからもか。はい、まだストーキングが続いている。最悪すぎ、もうかわいすぎるんだが。一度二人で帰ってる時に気配に気づいて追いかけたが、もう少しのところで逃げられてしまった。わー、ストーカーは本当もう怖い。ストーカーのこと、それなら大丈夫。この一週間帰りは月野に送ってもらったの。何、ちょっと大丈夫か、寝取られとかやめろよ。そっか、安心した。あ、でも主人公は月野のこと信頼してるんだね。本当にごめんね。だって可愛い。空が俺に謝るのは、付き合ってる俺にも嫌がらせがあるからだ。俺は気にしないし、むしろ1週間一緒にいてやれなかったこっちが謝りたいくらいなんだけど。私のことはいいから、問題って何なの。あれ、どうすんの、正直に言うの。起きたら変な場所に閉じ込められててさ。変な場所って？会議室みたいな場所、全然見覚えがないんだ。大学の中とかじゃないの？多分違うと思う。なんで急に主人公も閉じ込められた。あ、てか空のストーカーじゃない、だとしたら犯人。どうしよう。んー、どうしたらいいんだろうね。あ、そうだ、ちょっと待ってて。え、空何か思いついたのかな。とりあえず言われた通り返信を待つか。あら、終わった。そしたら月野がなんか写真を撮って的なこと言ってたよね。ここはどこっていうのをクリアしたよ。じゃあ次行こうか。え、ネクスト。あ、広告。はい、じゃあ続き見ていくよ。手がかりか。目の前に落ちてる、なんだかよくわからないもの。月野と空に見せてみるか。これ、まあ、これ確かに俺もよくわかってない。何これ。さっきから気になっていたものを手に取ってみる。うわ、なんだこれ、ブニブニしてる。ミミズ？とりあえずはこれを二人に見せてみるか。床に落ちていたブヨブヨして気味の悪い物体。何これ。まさかこの二人が教えてくれるんだもんな。あ、フィッターにアップすればいいの。ハイダもちょっとイケメンっぽいな。20歳、大学3年生、彼女持ち。最近インフルエンザをこじらせて1週間入院していた。インフルエンザか。まあ、インフルエンザもな、命かかってるっていうかな。あ、これメンバーかな。どうやってつぶやけばいいんだ、これ。フォトか。これやればいいんかな。謎の物体。あ、これ何、俺今、つぶやいたことになってる。じゃあ、ちょっとホームを見ていこうか。これまた別の人物かな、竹内。私のマーベラスなトークがお偉いさん方の心をつかむことでしょう。誰もグッドもリツイートもしてくれてないんだけど。つれ、今日は映画見に行くよ。月野におすすめしてもらった映画も見に行かなきゃだね。うわ、彼女が嬉しいことつぶやいてる。かわいい。ひなたちゃんもなんか雰囲気かわいくね。私の恋は長期戦。なんか恋愛してるっぽいよ。月野は、スパイ映画といえば、クイーンズーマンだよ。見てないやつは絶対に見て。なんかこやつら全員、個人でつぶやいてるだけで会話してる感じじゃないね。じゃあ終わろうか。行くよ。で、あ、ライムが来てるね。はい、トークモード。写真について1。アイテムを拾うと主人公が写真を撮影することがあります。お、なんか月野から。空にも連絡したのか。あいつは慌ててたけど、あんま彼女を心配させんなよ。で、何か見つかった？あれ？お
前、フリッターにつぶやかなかったかな。こんなのが落ちてたんだけど、なんだろう、虫のおもちゃっぽいよね。わかんないか。悪い、こんな時に力になれなくて。でもそういうの意外と女子が食いつきよかったりするよな。キモ可愛いって言うんだけど、でもこれはどうなんだろう。これもキモ可愛くなっちゃうのかな。キモ可愛い、廃れつつある言葉だな。もうこの時代生きてないかも。まあ他のやつにも見せてみたらどうだ。例えば空とか。オッケー。じゃあまあ空にも送ってみましょうか。ごめん、返信遅くなって。みんなにも知らせておいたから、いいやつ。できた彼女や。空がみんなというのはきっと演劇サークルのメンバーたちのことだ。演劇サークルなんだ。俺と空と月野は演劇サークルに所属していて、そこのメンバーたちとは日頃からよくつるんでいる。さっきのあの竹内だっけと、あと赤色の赤根ちゃんかなもメンバーなのかね。さすが空、ほんと気が利くいい彼女なんだよな。好きだ。いきなり告白しやがったこいつ。ラブできるのも羨ましいわ。こういう時はみんな頼って行こう。そうだ、あれについて聞いてみよう。はい。ところで部屋で変なもの見つけたんだけど。変なもの？これどう思う？わかるかな？あ、わかるんだ。あ、なんだっけつってる。それどっかで見たの。絶対見た。ちょっと待って、思い出すから待ってて。お、頼んだぞ空。お、貴重な情報得られそうだね。早速手がかりか。新たな手がかりを見つけた。空は謎の物体を見たことがある。あららら。お、なんだ？あ、はいだ。何？ん？写真を一人一人に送るのも面倒でしょ。次からはフィッターにアップしてみたらどうかな。みんながフィッターの写真を見て、何か気づいたらハイダにメッセージを送る。そうすればうまく協力しながら脱出できると思うの。こう、しっかりアドバイスもくれる。なるほど、フィッターか。フィッターは、写真や文章を投稿できる、いわゆる SNS というやつだ。俺、空、月野、その他のサークルメンバー全員が利用していて、お互いの投稿を気軽に見ることができる。さっきは何気なく写真をアップしたけど、確かにそういう使い方もできそうだな。お、じゃあ終わりか。じゃあフィッターにアップしようか。で、これであかねちゃんとかがコメントくれるかもな。女の子のことしか考えておりません。返信が来るまで部屋の中を見てみようかな。じゃあ探索に戻る。でも一応フィッターもつぶやきたいよ。この変な物体を空が知ってるなんて意外だったな。詳しいことは今調べてくれてるみたいだけど、期待して待ってみよう。もしかすると他にも何か意外なものが手がかりになるのかもしれない。他にもどこか部屋の中を撮ってみようかな。お、クリアした。で、これは多分ね、確実に広告挟むから一旦スキップするよ。はい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 。探索開始したよ。隠れた手がかりの前にフィッター。これでどうやってつぶやく。これつぶやいた。フィッターの使い方わかんないんだけど。さすがツイッターもまともに使いこなせてないだけあるな俺。椅子？普通のオフィス用っぽい椅子だ。だよな。座り心地も普通だな。あら、大した情報得られずか。ホワイトボード？なんかあんの。ホワイトボードには何も書かれていないが、目を凝らすとうっすらと消し跡が見える。わかんな。見える気もしないでもない。なんだよ。これが読めるやつなんていないと思うけど、一応取ってみるか。わかんないでしょ。これ読めたら逆にすごいわ。なんて書いてあるの？あ、フィッターにアップした。あ、ライム来た。じゃあ一応見ていこうか。トークモード。絶対わかんねえって。あ、月の。フィッター見た。どうした？お、なんかわかったのか？これ。うん。こういうホワイトボード、学校でもよくあるけど、これって裏面も使えるタイプじゃないか。あー、なるほど。裏も見ろと。裏面も見てみろってことか。全然。見たのあれ違うじゃん。そんな消し跡を誰かに解読してくれとかいう、そんな無茶苦茶な内容じゃなかったからよかったわ。あ、クリアした。早かった。今回はサクサクだったね。じゃあ一旦スキップするよ。はい、戻ってきた。ふう。連絡を取ることができる。写真も送ることができる。今できることが分かって少し冷静になれた。落ち着いてじっくり調べてみるか。サーチスタート。したらさっき言われた通り、ホワイトボードの裏見てみようか。はい。チェック。よし、裏面にひっくり返そう。おお、いっぱい書いてある。新卒採用面接、学生配布資料、あ、ほら、グループディスカッション、1グループ5分間のプレゼンテーション。どっかの会社ってこと？なんでそんなとこ閉じ込められてんの？消えかかってるけど、なんとか読めるな。新卒採用面接、学生配布資料、一次面接、13時から14時、グループディスカッション、資料ページ12参照。
14時から15時、プレゼンテーション資料ページ15参照。15時から16時休憩。16時から二次面接について説明。終了フロアガイド資料ページ22。上記資料は鍵付き書類棚で管理すること。なんかぴっちり書いてあるね。あ、はい、写真撮るのね。ね、これもフィッターに、はい、アップした。じゃあ誰かしらがこれ見れば、ここはここのどこどこの面接だよみたいな感じで教えてくれるのかもね。ここら辺もまあ気になるっちゃ気になるけど、上のプロジェクターとかはこれ調べられんかった。じゃあここら辺見ていく。段ボールとか、空の段ボール箱が積み上げられている。空かい、捨てろ、畳んで捨てろ。これはシレッダーだな。箱越しに細長く刻まれた紙が見える。これつなげてみる。頑張って。あ、いけた。こんなんつぶやかれても困りそうだけど、とりあえず全部調べてフィッターにアップしていくか。これとかフィッターに送ったら怒られそうじゃね。書類棚だ。ガチャガチャガチャ。鍵付き書類棚だ。だけか、何もなし。で、ここは何も入ってないな。終わりか。あ、じゃあ一通り調べたし、じゃあライム見てみよう。お、ひなたって子からも来てる。嬉しい。先こっちだね。ひなた18歳。あ、2個下なんだ。子供みたいに騒がしいけど夏っこくて可愛い後輩。お嬢様育ちで少しわがまま。それってお金で解決できる。ふう、えぐいこと言ってる。ハイラくん、そらちゃんから聞いた誘拐とかやばすぎだし、そらのやつどんな説明してるんだか。でも説明の手間が省けたな。ひなた、このみたいに騒がしいやつだが、まあ、これさっき見たね。じゃあタップで返信。誘拐、まあ、誘拐みたいなもんだろこれ。警察呼ぶから探索させるし、誘拐犯絶対許さない。別に誘拐って決まったわけじゃ。ハイラくん、犯人に心当たりないの？なるか。脱出することに手一杯であんまり考えてなかったけど、まああるとしたら空のストーカーじゃない？特には。犯罪ってね、知人が犯人だったりすることが圧倒的に多いんだよ。やめろやめろ、怖いこと言うな。というと誰？閉じ込めたのってそらちゃんだったりして。あれ、あかねちゃん？なんでそういうこと言うの急に。は？あー、これあかねの好きな人って主人公なのか。は？そんなわけないだろ、バカらしい。バカじゃないもん、ちゃんと動機もあるよ。前にフィッターで節約してるって言ってたから、お金に困ってるんだよ。それでハイダ君を誘拐して身代金を要求するつもりなんだよ。そもそもハイダ君と付き合ったのもお金が目的なんじゃないかなって。ハイダってそんなお金持ちキャラだったっけ。わかったわかった、可能性はなくもないと言えは言えないでしょ。つまりないんだけど。まあ、あかねちゃんは特に大した情報くれなそうだね。まあこんなもんじゃない。あ、まだ会話続く。とりあえず犯人探しは置いといてさ、ひなた、これ見覚えないか。あ、わかる。さっきのハイダ君のフィッターで見たよ。どう思う？キモい虫。ダメだな。俺と同じような感想だ。ひなたはあまり頼れそうにないかな。冷たい。そっか、ありがとう。まあなんか気づいたことあったら教えてよ。うん、絶対助けてあげるからね。まあまあ、根が悪い子じゃないんだろうな。多分主人公を略奪しようとしてるんじゃないのか。だから、フィッターでも、なんかわけわからんこと言ってない。私の声は長期戦運とか言ってるんだろうな、これ。なるほどな。月野と新しく日向からメッセージが来ている。あ、はいはい、見ます見ます。じゃあ月野。中を調べてみたか？あ、このシュレッダーなんだけど。いや、見てないけど。重要な内容だから読めないようにするんだと俺は考えるけどな。なるほど、見てみるよ。じゃあくっつけてみるか。シェッターにかけるのはそういう大事な書類だよな。手がかりになるかわからないけど、一応中を見てみるか。もう新たな手がかりを見つけた。まあ各家1個はね、シュレッダー持っといた方がいいって言うからね。言わないか。行くよ。ああ、1の4クリアだね。じゃあ一旦スキップするよ。はーい、探索モード再開。じゃあシュレッダーの中見てみようか、言われた通り。あー、なんかギリギリ直せなくもないような感じじゃね。シュレッダーの中にはチリジリの紙くずが入っていた。こんなの復元するの無理だよな。あ、そうか、なんかギリギリいけそうじゃないかこれ。あ、なにこれ、人だな。いや、こんな写真であげられても困るだろ。わかんねえって絶対。あげたこいつ。マジか。逆に溶けた人がいたらすごいよな。相当な集中力と観察力だと思う。そろそろ、てかソラちゃんから来るんじゃない。あ、来た。これもしかして復元しようとしている？いや、さすがに無理そうだと思ってまだやってないよ。できんじゃね？書かれてある内容がある程度推測できれば、何かの文字に着目して復元することもできるんじゃないかって思うんだよね。え、何かの文字か？いけそうだよね。なんかもうちょいね、なんかシュレッダー、
こう切った挙句ぐにゃぐにゃに曲げたりすると分かんないけどさ、これぐらい綺麗に伸ばされて切られてるんだったら、どうした竹内急に来たな。でも俺日向ちゃんと話したいからお前後な。会社って結構どこでも一緒なんだね。え、どうしたんだ急に。大事な数字はシュレッダーに。おお、お前頭いいな、ちゃんと気づいてる、周りを見ている。写真の右端の上の方の多分そう書いてあるんだよ。え、そんなのよく気づいたな。えへへ、かわいい。パパがね、この間同じようなこと言ってたの。リスク管理できてないし、社員ばっかりって。ダメ人間が多いんだね、はっきり言った。ひなたって意外と鋭いのか。ね、なんか即戦力になりそう、ひなたちゃんは。大事な数字はシュレッダーに。おい。んー、じゃあこれさ、俺間違えてこの毎回左下押しちゃうんだよね。上なんだよな、実は。竹内急に送ってきたから聞いてみる。竹内21歳、大学3年生。真面目なやつで、慌てず騒がずいつも冷静なやつ。いいじゃん。竹内建設株式会社の御曹司だ。マジかよ、また金持ちキャラか。それは実にマーベラス。キャラなんか、前回の緑川みたいな立ち位置だな。マーベラスなタイミングでソラさんから連絡がありました。ひとまず怪我などはありませんか？いやー、いいこと聞くね。怪我ないかとかちゃんと心配してくれてる。いいやつなのかも。真面目なやつで慌てず騒がず身を案じてくれるあたり、一番冷静なやつ。竹内建設株式会社の御曹司だ。トップで返信。頭が痛む、思いっきり殴られたんだろうな。大丈夫か？閉じ込めた犯人が戻ってくる可能性もあります。むやみに動き回らないように。ええ、脱出するなと。まあでも確かにな、身の危険を案じてくれてるんだしな。わかった、あんまり動き回らないようにしておくよ。マーベラスの判断です。それが賢明かと思いますよ。確かに犯人が戻ってくるとなるとかなり怖い。何か目的があって俺をこんなところに閉じ込めてるんだろうから。まあ確かにな、幽霊なんかよりも生きた人間の方が怖いとか言うしな。え、竹内これどう思う？先ほどあなたのツイッターでも拝見しました。ここまで醜悪なお菓子は見たことがありませんね。これお菓子なの？まあちょっと気持ち悪いよな。え、知ってる？え、本当にお菓子？私残念ながらこの後すぐ大事な用事がありますので、あまり時間が取れませんが、できる限り力添えさせていただきますよ。え、本当にお菓子なのこれ？あ、とりあえずクリアだ。絶対食べたくないんだけど、あんなお菓子。食べれないよ。はいはいはい、続き見ていくよ。書類棚を開ける。開ける？開けれる？これ？でもガチガチに鍵閉まってるよ。はい。このダイヤル上の番号さえ分かれば。でしょ？そのレベルだからな。番号なんて分かんないじゃん。あ、それこそ、シュレッダーなんじゃねえか？この中にあるよね。何かに着目して組み立てるって空が言ってたな。気になるところをタップ。あんな、適当に触ってみるか。適当に触ってみればきっと。お、2。パスワード。4桁だから、残り1個。あ、これ7？これ7っぽくね？あ、7じゃなかったらしい。あ、6。来た。おー、いけたじゃん。9202。ちなみに内容は？担当各位。総務部鈴木、管理番号の件。以前書類棚から重要書類の盗難報告があったためように、一度管理番号の変更することになりました。確認よろしくお願いいたします。9202。こういうの紙に残しちゃいけないんじゃねって思うけど、まあ、そういうもんなのかな。じゃあまあ9202打ってみようか。このダイヤル上の番号さえ分かれば。分かったよ！いや、分かってるよ。あれ、分かってないのお前。待って。今ので分かったんじゃないの？なんとか復元できたな。一回調べなきゃいけなかったっぽい。数字の書いてある部分だけを集めると、すべての数字がつながった。大事な数字って日向は言ってたけど、きっとあれのことだよな。お、9202。じゃあこれで打ちに行こうか。はい。はい。このダイヤル上の番号さえ分かれば。アイテムパネルが開く。あ、そういうこと？ああ、なるほどね。これで、こうやればよかったってことか。あ、いたいたいた。あ、新卒採用？もし開いたぞ。中に何か入ってるな。面接者の皆様へ。何て書いてあった？何て書いてあるこれ。グリモリ製菓採用面接。本当におかしいじゃん。え、だとしたら竹内怪しくね。待って待って、あいつだって発言がなんかおかしかったよね。ライム、あ、見れた。そんな、ほら、醜悪なお菓子っつってるじゃん。見たことないっつってんのに知ってるじゃん。お前竹内？お前怪しくねえか竹内？お前ちょっと？
だよね、栗森製菓採用面接って書いてあるよね。しかも御曹司なのに面接してるの今。それ考えるとまたおかしいよな。家の仕事継げばいいんじゃねとか思うけど、そういうわけにはいかないのか。これがホワイトボードに書いてあった資料だな。グループディスカッションプレゼンテーション、ああそれっぽい。レインボーワームっていうんだ。第36回グリモリ製菓採用面接、面接者の皆様へ。もう自分の面接、会社の面接のお菓子ディスってるとかやばくね、竹内。喧嘩売ってるね。グループディスカッション。開発中の新商品レインボーワームを各グループに配布しますので、30分間議論を行ってください。プレゼンテーションについて。グループディスカッションを得て、グループ5分ずつ顧客に向けたレインボーワームのプレゼンを発表していただきます。 1,2 の総合評価で二次面接へ向けて選考を行います。8月6日、今日じゃん。新卒採用面接って今日じゃないか。これって偶然なのかな。新たな手がかりを見つけた。グリモリ製菓採用の面接の日。とりあえずページ最後のフロアガイドを見よう。ここは会議室になるのかな。今俺がいる位置は多分ここだったよね。そして俺が気になったところは隣の部屋、面接室。すぐ隣で面接してんのか。隣の部屋は面接室。面接中なら人がいるし希望が見えてきたな。壁叩くか。壁ガンガン叩こうぜ。そしたら出てくるべ。さすがに。ってなると左手側なのかな。あ、トークモードに入った。おい、あ、ソラちゃんから。わかった。どうした、ソラ。さっきの虫みたいなの。あったあったあった。ツイッター遡って見つけたの。レインボーワーム、どう見ても虫にしか見えない。お前お菓子に対してそんな言うなし。7つの味が楽しめるハードタイプのグミ、グリモリ製菓から奇抜な新商品レインボーワームの登場。ここら辺は全部言うんだね。グリモリ製菓、これと一緒だよね。だね。俺もわかったんだ、ソラ。俺がいる場所はグリモリ製菓だ。てかなんでこんなところにって感じだけど。俺の調べた結果、ソラがくれたメッセージ、その2つが互いを裏付けるように重なり合った。主人公は、え、 なんでわざわざこんなとこに連れてきた。主人公もこの付近にいたってことなのかな。出なきゃわざわざこの建物に閉じ込める意味がわからないよね。あ、クリアした。書類棚を開ける。そろそろ終わり近いんかな、これ。ネクスト。あ、CM。 はいはい、続き見ていくよ。はあ、犯罪組織のアジトとかじゃなくてよかった。ここがどういう、ん？ここがどこかということが分かって少し気が楽になった。有名な大手企業、グリモリ製菓。隣で面接中なら少なくとも休業日でもない。助けを求めればすぐに社員の人が助けてくれるだろう。さすがに怒られるかもしれないけど、事情を話せばきっと分かってくれるはず。なぜ俺がここにいるのか分からないけど、それはまた後で考えることとして。そう、なぜここなのかが分からない。ともかくここから出よう。探索モード。でも結局鍵閉まってるからね。壁ドンするしかないよね。大手会社ってことも分かったし、ここで助けを求めても大丈夫だよな。はい、じゃあ助け呼ぶか。やめておくってあるけど危険だったのかな。誰か助けてください、誰か。声を張り上げて助けを呼ぶと、ドアの向こう側から駆け寄ってくる足音が聞こえた。お？お？いやいや、もう案の定竹内らしい。扉を開けてくれたのは、こわもての警備員だった。脱出できた。その快感を味わう間もなく、警備員の怪訝な視線に気づく。あなたは部外者ですよね。ひどすぎる。ここで何をしていたんですか？え？俺はただ閉じ込められて、ちょっと警備室まで一緒に来てください。おいおいおい！拘束されるように警備員に引っ張られ、警備室まで連行されていった。その時、通路を歩いていると、いくつかの後ろ姿が見えた。ドキリとした。その中の一つの人影に、見覚えがあるような気がしたからだ。立ち止まって目を凝らそうとするが、警備員にせかされ、その正体を確かめることができなかった。その後俺は警察に引き渡され、身元を調べ上げられた上で留置所に閉じ込められてしまった。俺は狭い檻のような部屋の中で閉じ込められた、え、間違えた、閉じ込めた犯人を恨み続けている。かわいすぎるんだけど。それにしても、会議室から抜け出した時に見たあの後ろ姿、一体誰だったんだろう。あの時感じた既視感がいつまでも頭から離れない。喉に小骨が引っかかったようなもどかしい日々を過ごしている。うわぁ、もう最後俺ソラちゃん悲しませる羽目になってるし、確実に竹内犯人だし。お前マジ見知った影ほんとあいつ。じゃあバッドエンド踏んじゃったし、時間もいいところまで来てるから今回はここまでかな。バッドエンド集とかあんだけど、結構あるんじゃねこれ。もしかしてチャプター1で5個あるね。チャプター 5.5 まであるんだ。
チャプター5じゃなくて 5.5 なんだ。これもまたなんかグローバルギア風のなんかしらの、なんつうの、派生ルートなのかもしれないね。はい、ということで、じゃあ今回はここまでとさせていただきます。次回はあの扉を脱出しないで、どうしようか、音立てたら危ないんだもんね。まあ、もう一回脱出方法1から考え直さなきゃだね。それではしゅうやんでした。またね。